上昇中の格闘技マーシャルアーツ。その全米プロ空手の中でも無敵を誇るのが世界ライト級チャンピオンベニー・ユキイ。彼の日本上陸はまさに旋風を思わせる。41戦41勝39 KO という輝かしい戦績と雪のように白い肌、トレードマークの深紅のパンタロン、そして常に聖書を手放さない敬虔なクリスチャンというベニー。ひとたびリングに上がると天才的な必殺技が飛び交う。その名をリングの赤い蝶、ベニー・ザ・ジェット・ユキイで。全米プロ空手世界ライト級チャンピオンベニー・ユキイです。はい、ロサンゼルス郊外に自分の空手道場を持つベニーは、プロボクサーを父に、女子プロレスラーを母に、そして兄は元ボクサーであり空手家という格闘技一家に育った。6歳の時から空手、ボクシング、柔道を始めたというだけに、まさしく格闘技の申し子である。空手4段、柔道2段、ボクシングでも現役の世界ジュニアウェルター級チャンピオンを練習試合で KO してのけた伝説の持ち主である。Thank you.
比較にジャンル、ある時は大歓声に迎えられ、そしてある時は非常な冷たさを持つインディをベニー・ユキーではこよなく愛する。誰もいないリング、そのマットやロープの弾力を確かめ、明日の勝利を信じて一人リングに立つ。この場所こそが他のどこよりもベニーの心の安らぎとなる。